ーのトホバートで生まれた父親はタスマニアの流刑地バンディメンズランドに送られた経歴の人物で1833年にホバートで結婚した。母親はホバートで女子のための学校を開いてフランス語と音楽、絵画を教えた人物で母親から影響されてピゲニットは芸術に対する関心を持った。1850年に タスマニア測量調査局の製図工になり、タスマニアの地理調査で働き、地形図の版画制作などで働いた。スコットランドから移住してきた画家のダネットから絵を学んだ。画家として成功するのに時間がかかり、タスマニア州首相のアグニュー教に絵が買い上げられ、役所を辞めて画家に専念することができたのは1872年になってからであった。その後すぐに、 タスマニアの風景画は評論家から好評を得た。タスマニアの西部の調査旅行に参加し、その風景画はタスマニア政府に買い上げられた。1880年にニューサウスウェールズに渡り、ダーリング川、ネピーアン川、ホークスベリー川、レーンコーブ川などの風景を描いた。ニューサウスウェールズ美術協会の創立メンバーとなった。タスマニア首相。 ロバート・ハミルトンの夫人と知り合い、多くの作品がホバートの美術館のために買い上げられた。代表作のダーリング川の洪水は1895年にニューサウス・ウェールズ州立美術館に買い上げられた。1898年と1900年にヨーロッパに旅し、ロンドンとパリで作品を展示した。オーストラリアに戻り、1901年にその年の最も優れた。 オーストラリアの風景画に贈られる印象を受賞した。1903年にニューサウス、ウェールズ州立美術館の依頼で、小ジオスコさんを描いた。1914年にシドニーで死去した。ありがとうございます。